回は本屋動画サバラさんのドッグランの利用だけじゃなくお泊まりにやってきました。しかし雨がじゃんじゃん降ってドッグラン利用はおそらくハスキトリオだけだと思います。雨の中でも関係なく無敵な2人ですので、今回のお泊まりも楽しんでいこうと思います。誰も来ないのでキョロキョロばかりであまり動かなくなってきている2人です。動かなくなったのでボールを買ってきました。少しの間は興味を示してほしいですけど、ここでなぜかボールを取られないとリオがハスキを睨みつけてます。ハスキはただウロウロしてるだけで全然その気はないのに。ハスキを追い払ってボールを取られるのを阻止して満足そうなリオです。ボールにも飽きたみたいなのでお部屋に移動します。今回お泊まりする部屋はこちらになります。お部屋の名前は立浪荘102です。二人ともくつろいでます。私たちも雨に濡れたのでお風呂に入って夕食までゆっくりしたいと思います。雨の音が心地よく気持ちいい温泉が楽しめました。温泉の泉質と効能を気になる方は止めてみてください。楽しみなご飯の時間がやってきました。古民家みたいでおしゃれですね。今回は結婚記念日を兼ねての宿泊ですので、お食事は欲張りグレードアッププランにしました。ありがとうございます。料理を紹介します。私はお肉が大好きなので、この音がまた美味しさを引き立てます。本当に美味しいものばかりでした。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってハスキとリオのお食事の番です。右側のお皿の方が天草大王のサラダです。左側のお皿は馬肉のリゾット風です。半分ずつ混ぜてドッグフードと一緒に食べさせようと思います。リオ、美味しそうだよ。二人とも食いつきがいいです。ハスキは鼻に米粒がついているのがわからないぐらい美味しいみたいです。あっという間に平らげてしまいました。ハスキ、リオ、今日一日満足できたかな。また明日も遊ぼうね。朝になりました。今日は雨も上がり、今は曇っていますが、天気予報では晴れ間も見られるそうです。朝食を食べたいと思います。
美味しそう。毎日こんな朝食なら健康になれそうです。でも普通の家庭じゃちょっと難しいですね。少しロビーを見てみたいと思います。ワンちゃんのおやつも国産でいいおやつが並んでいました。その他におもちゃもあり、忘れてきた時なんかは助かります。まさに私たちのことですけど。お土産品や特産物もあります。一通りここで揃えられますね。あとはドッグランで遊んで帰りたいと思います。Even if I was blind, and those possibilities really knocked me off my feet, surrounding all my dreams. And all I know that was left now, the sun and the stars, now leaving me in the dark, leading me through it all. Cause you are the fire left in me, you lifted me higher in my heartbeat, taking the fire out in me. You make me strong, I'll carry.Strong.